浅野隆弘は、日本の政治家、自由民主党所属の北海道議会議員、衆議院議員、新党第一代表代行、新党第一、新民主幹事長代行などを歴任、北海道モ医市在住、1978年4月5日、北海道釧路市で、落農家の子として誕生、北海道釧路古良高等学校を経て、 関西外国語大学国際言語学部卒業後、神戸大学大学院国際協力研究会進み、国際協力研究課程を専攻。2003年に出身地の政治家である鈴木宗夫の事務所スタッフとなった後、鈴木の秘書となる。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙で、新党第一公認候補として、 比例代表北海道ブロック名簿3位で出馬するが落選。2010年、鈴木宗男事件で最高裁判所が上告を帰却し、懲役2年の実刑判決が確定したことに伴い、鈴木は9月15日付で衆議院議員を失職した。これにより、浅野が繰り上げ当選となる。鈴木が週刊中に政治活動できないため、9月23日に鈴木の指名を受け、 朝野が新党大地の代表代行を務める。2011年12月28日に内閣総理大臣野田義彦が打ち出した消費増税策に反対し、松木健康ら10人が民主党を離党。朝野と鈴木は同じ北海道出身で、鈴木の中選局時代の地盤の一部だった北海道12区出身の松木と接近し、さらに、 鈴木の現在の地元選挙区北海道11区の選出議員で無所属となっていた石川智博が加わった上で、新党第一を発展解消させ、第一新民主党を決闘すると表明した。これには、同じ民主党出身の横峯義郎と新党日本から民主党系会派に所属していた平山誠の両参議院議員が合流して、 国会議員5人という政党交付金獲得の要件を満たし、翌2012年1月5日に、新党第一新民主として東京都選挙管理委員会に政治団体結成を届け出た。新党第一真民主では、浅野は幹事長代行となり、第46回衆議院議員総選挙では、北海道10区から出馬するも、小選挙区で敗北し、 比例復活もならず落選。2013年7月21日に行われた第23回参議院議員通常選挙に北海道選挙区から新党第一公認で出馬するも落選。2015年4月の北海道議会議員選挙において新設されたルモ一域選挙区より出馬し初当選した。同議会での会派は当選後は北海道決死会に所属。 2018年8月10日に、決死会を離脱し、無所属となる。同年10月9日、自由民主党への入党が認められたことを受け、同月25日に自由民主党、同民会議に入会。2019年の同議選では、自民党公認、公明党推薦、新党第一推薦で出馬し、2選。ありがとうございます。